学位について、寺田虎彦。学位売買事件、というあまりめでたからぬ名前の事件が新聞社会談の賑やかで無味な空虚の中に振りまかれた故障のごとく世間の樹木を刺激した。正確な事実は審判の日を待たなければ判明しない。学位などというものがあるからこんな騒ぎが持ち上がる。だからそんなものを一切なくした方が良いという人がある。 これは特色者を出すから小学校長を全敗せよ、腐った牛肉で中毒する人があるから牛肉を食うなというような議論ではないかと思われる。こんな事件が起こるよりずっと以前から、博士乱造という言葉が流行していた。誰が言い出した言葉か知れないが、こういう言葉は誰かが言い出すときっと流行するという性質を初めから具有した言葉である。それは、 すでに博士である人たちにとっても、また自分で博士になることに関心を持たない一般よ人にとっても耳に入りやすい口触りのいい言葉だからである。ただ、これから学位を取ろうとしている少数の若い学者と、それらの人々の学位論文を審査すべき位置にある少数の先輩学者との耳には一つの継承の音のように聞こえる言葉である。しかし、この流行り言葉を口にする人の中で、 本当に学位乱造の事実があるかないかを判断するだけの資料と能力を持っている人がどれだけあるかは極めて疑わしいと思われる。学位を受ける人の年ごとの数が大きいということだけでは少しも乱造の証拠にはならない。何とならば、学術を真剣に研究する研究者の数が増加すれば、 そのうちで相当立派な成績を上げて学位授与に十分な資格を具備する人の数も増加するのは数理的に当然のことだからである。多数の研究者のうちで何かしら一つの仕事に成功して学位を得る人の数が研究者全体の数に対する統計的比率を普遍と仮定しても、研究者の総数が N 倍になれば博士の数も N 倍になる。のみならず、 競争が激しくなるために研究者の努力が激しくなればこの比率も増加しないとは限らない。一方ではまた、審査する方が乱造の施評を考慮して審査の標準を高め、上記の比率を低下させるようにするかもしれない。しかし比率を半分に切り下げても、研究の数が4倍になれば、博士9代者の数は2倍になるのは明白な感情であろう。 こういう風に考えてみると、博士蘭蔵の呼び声の高くなるの廃墟学術研究者の総数の増加したことを意味し、従って我が国における学術研究熱の盛んになったことを意味し、我学会の水準の高まったことを意味するのではないか。そうだとすれば蘭蔵の噂が高ければ高いほどめでたい喜ばしいことだと言わなければならないのではないかと思われる。 審査員がいかがに史上ないしは私理のためにもせよ、学位授与の価値の全然ないような低能な著者の、全然無価値かあるいは間違った論文に旧大点をつけることができると想像する人があれば、それは学術的論文というものの本質に関する知識の全く欠如している人にそういないであろう。学術的論文というものは審査員だけが内省でこっそり目を通して、 そっと金庫にしまうか焼き捨てるものではない。ちゃんとどこかの講師の発表期間で発表して学会の批評を受け得る形式のものとしなければならないように規定されているのである。それで、もしも審査に合格したある学位論文が、多くの学者の目で見て何らの価値がないものであったり、あるいは明白な誤謬に満ちたものであったとしたらどうであろう。 たとえ公然と表だってそれを指摘し攻撃する人がないとしても、それを審査し求大させた学者たちは学会の監視の中に学者としての信用を失墜してしまわねばならないし、その学者の属する学団全体の信用をも害しないわけにはいかない。従って審査委員自身は平気で涼しい顔をしていても、他の同僚が知らん顔をしてはいられなくなるであろう。 今度新聞で報ぜられた事件にしても事実は少しも知らないが、ただ問題となった学位論文が審査を9台通過している以上、その論文がともかくも学術上何らかの価値あるものであり、少なくも全然無価値ではなく、全部が誤謬ではないであろうということはほとんど疑う余地のないことであろうと思われる。さて、それほどに事柄が明白ならば、 一体どうして、そんな不祥な問題が発生し得るか。価値のあるものなら通過し、ないものは通過しないと決まっているのなら、尻市場などというものの入り込む余地はないではないかということになる。まさにその通りである。それなのに実際上は事柄がその通り簡単に行かないのはなぜかというと、それは論文の。 価値というものの批判が非常に複雑困難なものであって、その批判の標準に千差万別があり、したがって十人と色の批評者によって十人と色の標準が使用されるから、そこに批判の普遍性に穴があり、そこへこの私と差別の争いが入り込むのであろう。ある学者校が見ると相当な価値があり興味があると思われる一つの論文が、 他の学者オツの目から見るとさっぱり価値のないくだらないものに見えることがあり、また反対にこうの目には平凡あるいは無意味と映ずる論文が、オツの目には非常に有益な創建を示すものとして光って見えることが可能であるのみならず、そういう実例も決して珍しくはないのである。一体どうしてそんなことがあり得るか。この疑問はただに学会以外の世人のみならず、 多くの学者自身によっても発せられるであろうと想像する。この疑問の回答が一般に知られていないということが、学位をめぐるあらゆる不都合な事件の発生の配がとなり、従っては一国の学術の健全な発達を妨害する一つの素因ともなり得るかと思われる。それゆえにこの疑問を解くことは我が国の学問の正常な発達のために禁用なことではないかと思われるのである。 自分などは元よりこの難しい問題に対して明瞭な回答を与えるだけの能力はないのであるが、ただ試みに以下にこの点に関する試験を述べて尖閣者の教えをごいたいと思う次第である。科学の進歩に伴う研究領域の専門的文化は次第に甚だしくなる一方である。それはやむを得ないことであり、 またそういう文化の効能が顕著なものであるということについては今更に言うまでもないのであるが、この傾向に伴う一つの重大な変は、学者が自分の専門に属する一つの学全体としての外形を見失ってしまい、従って自分の専門と他の専門との間の関係についての長官的認識を書くようになるということである。それだけならば、まだしもであるが、困ったことには、 各自が専門とする部門が死学全体の中の一小部分であることをいつか忘れてしまって、自分の立場から見ただけのパースペクティブによって、自分の専門が学全体を遠蔽するその見かけ上の主観的思想を客観的実在そのものと誤認するような傾向を生ずる恐れが多分にあるのである。平たく言えば、自分の専門以外の部門の事柄がつまらなく、 自分の専門だけが異常に特別に重大に見えてくるのである。さて、このように縮小された各学者の眼界の領域はほとんど十人と色であって、それらの各々の領域はある部分では互いに重合して共通していても、残りの部分ではみんな少しずつ違っているわけである。しかもそれらの人々が独創的であり見識化であるほど、その差別の程度も甚だしいのである。 ただ、一番始末のいい場合は、学問の本山であるところの西洋の第一流の大家たちの統括の下に開拓され発達させられた一つの明確な区画内に限られた部門の中で、彼のちの誰や彼がすでにかなりまで突き回した問題の一方面に若干の確実な貢献をしたというような種類の仕事が学位論文として提出された場合である。 こういう場合にその同じ部門の専門家が審査員になっていれば、当該方面の文献も手近に揃っており、従って提出された仕事がその方面の領域で占める地位とその福音も判断されやすい。しかし、こういう代表的なアカデミックな仕事ですらも審査員の眼界があまりに狭くてその部門のその問題の他の方面にまで目が行き届かないような場合には、 そこに提出された論文のせっかくの狙いところが正常の価値を認められずに軽視されることも実際にあり得るのである。またこれと反対に、その提出された仕事が問題の各方面をひっくるめた全体の上から見ると実にさまつな価値しかないものと他の多くの人からは思われるものであっても、それがちょうど、当該審査委員のまさに求めている壺にはまり、 その委員の国家の議断を評価せしめるような要点に触れている場合には、その審査委員の目にとっては、その仕事の価値が異常に釣り上げられて見えるのは人情の自然であろうと思われる。このように、最も問題になる憂いの少ない論文でさえも、見る人の目の付けどころでその価値にかなりの見嘩を生じるのである。 それで、なるべく拾うべき長所の拾い落としのないためにはなるべく多数の審査員を選び、そうしてそれらの人たちの合議によって急落を決したら良さそうに思われるが、そうなるとまた実行上かなり困難なことが起こってくるのである。なぜかというと、学者に限らず人間が3人以上も寄り合って相談をする場合、特に物の,の価値を判断する場合となると、 物の長所を拾い出す人よりはとかくらを拾い出し掘り出す人が多くなる傾向がある。それがまた特に合議者間に平素から意思の疎通を書いているような場合だと、孔の持ち出す長所はおつの意義できずがつき、おつの認める美点は孔の詮索でボロを出すということが往々ある。結局体制かかればかかるほどみんなが、検事の立場になって、弁護士、 1> は一人も亡くなってしまうような状況になりやすい。人殺しの罪人でさえも完否で弁護士がつけられる世の中に、会話あっても罪のない論文提出者は発砲から虫眼鏡で傷を探され叱責されることになるのである。たとえ明白な語尾は一つもない論文であっても、一人の人間が限りある時間に仕遂げた仕事であってみれば、 あらゆる批評家のあらゆる方面から見たとき考え得らるべきあらゆる要求を満足させるようにあらゆる釘と線を差し合わせるということはほとんど不可能なことである。その証拠には西洋第一流の大家の最も優れた論文に対してさえも、第三流以下の学者のお亀か,から何かしら最もらしい暴食的の不満を持ち出してそれを講義の種にすることは比較的容易なことである。 白梅の花を見て色のないのを責めるような種類のいわば消極的な抗議が、時と場合によっては幅を利かして審査の標準を狂わせるようなことも全くないとは言われない。審査員というものが神様でない以上これもやむを得ないことである。ましてや論文が独創的なものであればあるほど、傷やひびが多いのは当然であるから、 そういうものが体制の合議にかかれば無事に通過する気遣いはまずないと言ってもいい。こんなわけからでもあろう。審査員というものには通例話のまとまりやすい2、3人というところが選ばれ、その親密な合議でことを決するようになっているものらしい。それで多くの場合には各自の意見を散策し折れ合って代替の価値を決め、 そうしてみんなが十分の責任を負うというだけの自信を得た上で急落を決定する。そうするのが実行上最も便利であり、結果においても比較的公平を期することができるであろう。こんな具合であるから論文の価値は結局少しも絶対的なものでなく、全く相対的に審査員の遺憾によって定まる性質のものである。 もっとも中にはほとんどいかなる審査員にも採用されるもの、また反対にどこへ出してもきっと落第させられるというものもたまにはあるであろうが、その中間のものがなかなかの多数であることは統計学的に考えても明白なことである。さてこそ、そこにエコや毛嫌いの市場が入り込む隙間があるのである。そういう中間的価値のものであれば、 それを落第させたことに対する非難のあった時には、必ずどこかにはあるに決まっている弱みと決定を指摘し強調すれば一応の申し訳は立つであろうし、また旧大させたことを責める人があった場合には、これも必ずあるに決まっている長所と美点を締め上げし賛美すればそれで始末がつくのである。そういうものであるからこそ学位の売買といったようなことも可能になるのである。 結局は、やればやり得る学位を、無用な小技や第二義的なさまつな講座からやり惜しみをするということが、こういう不祥事やあらゆるエコザタの原因になるのである。たとえ多少の欠点はあるとしても、およそ神様でない人間のしたことで欠点のないものはあり得ないことはあまりにも明白なことであるから、それよりも仕事の長所と美点を明白に認識して、 それに対して学位を授けるということにすれば事柄はよほど簡単になるであろうと思われる。学位論文として著者が自信を持って提出するほどのもので何らか私学に貢献するポイントを持たないようなものは極めて稀であろうと思われるのである。荒を拾えばキリはない。荒はないが何の取り柄もない論文は百あっても学問は進まないであろう。 学位というものは決してやり惜しみをするようなもったいないものでも何でもないのであってただ関係学科に多少でも貢献するような仕事を何か一つだけはした人間だという証明書をやるだけのことであってその人が偉い学者であり何でも知っているという保証をつけるわけでも何でもないのである場合によってはむしろ反対にその専門中のある専門以外のことは何も知らないという面状になることすら可能なのである 学位に関するあらゆる不祥事をなくする唯一の方法は、惜しまず遠慮なく学位を授与することである。一日何人以上はいけないなどという理屈はどこにもない。百人でも千人でも相当なものであれば残らず博士にすればよい。それほどめでたいことはないのである。 そうすれば学位に対する世間の迷信も自然に消滅すると同時に学位というものの本当の価値がかえって正常に認識されるであろうと思われる。大学でも卒業した人間なら取ろうと思えばおそらく誰でも取れる学位である。取るまでの辛抱を続けるか続けないかの相違で博士と学士の区別が生じる。それだからこそ恐ろしく頭の悪い博士もあれば、 ず抜けて頭のいいよくできるただの学士も探せばいくらでもいるであろう。本来博士号は一つことを数年根気よく勉強したという身元保証書の一行である。人殺しをしようが詐欺をしようがそんなことは最初から誰も引き受け人はないのである。学位の出し惜しみをする審査員といえども決して神様でない限り、 その人の昔の学位論文が必ず完全無欠なものとは限らず、ノーベル賞に値するほどの大発見でもないのであろう。しかし人間は妙なものである。姑にいびられた凸が後日自分で姑の地位に立った場合にはきれいに昔の行き届かなかった自分を忘れてしまうように、自分が審査員になる頃にはたちまち全能の神のような心持ちになる、ということも全然この世にないとは限らない。 これは各自の反省すべき点であろう。おかしいことにはある第三者から見ると非審査者の方が審査員よりもずっと優れた頭脳の持ち主であって、そうして提出された論文が審査員書士の昔の学位論文よりもずっと立派だと思われる場合においてすらも、審査員書士がその論文の短所だけを強調して落第させようと思えば落第させることが立派にでき、 しかも落第させたことについて立派に責任を持ち、立派に申し開きを立てることができるのである。そうしてさらに面白いことには、良い論文を落第させればさせるほど、あたかもその審査員並びにその属する学団の品位が上昇するかのごとき漢字を曲外者に与えるらしく思い込まれる場合もあるようである。生徒に甘い点をつける先生は甘く見え、 辛い点をつけるほど偉い先生らしく見えるかというと、あながちそうでもないのであるが学位の場合は少し違うものと見える。しかし、審査の重責にあるものは、あまりに消極的な考えから、ひたすらに欠点の見落としを恐れるよりも、さらに一層長所と美点に対する眼識の不足をはずべきではないかと思われるのである。 学位売買事件や学位乱り樹問題が新聞雑誌の商売の種にされてもてはやされることの結果がいろいろあるうちで、一番日本のために憂慮すべき弊害と思われることは、この声の脅威によって、学位受与恐怖病の発生を見るに至りはしないかという心配の種が目を出すことである。最新にして欠癖なる審査員たちは、乱り樹、 乱造の声に対して敏感ならざるを得ないのである。授与過剰の物議よりは、まだしも授与過唱の不平の方が耳障りの痛さにおいて多少の砂糖があるのである。学位を狙う動機がたとえ知りや英達のためであろうが、ともかくも学国で一人でも多く学問の研究に志し従事する人が多ければそれだけ学国の学術は発達を刺激される。 クズのような論文が100モデルうちには1つくらいは少しはろくなものも混じる確率があり、万人の研究者の中には半人くらいは世界的の学者を出すプロバビリティがあるかもしれない。それで、何かしら1つ仕事をすれば学位が必ず取れるとなれば死亡者もおのずから増すであろう。あの男が取れるなら俺でも取れるという人もあるかもしれない。 その結果は研究者の増加を促し翻っては一国の学術研究熱を拒いすることになるであろう。これに反して5年も10年も一生懸命骨を折って勉強をした人の外目にはともかくも相当なコントリビューションにはなるであろうと思われるものが些細な欠点のために落第させられたり、20年も事務室の金庫に秘蔵されるようでは、 まずよほどの自信家でない限り論文提出について遵純せざるをえないであろう。提出を控えるだけならば誠に結構であるが、論文を書くまでに必要な肝心の研究を見合わせて天候を思うようになる人の数が幾分でも多くなってくるのであったら、これは少し考えものではないか。博士が偉いものであったのは何十年前の話である。 平易破防の学生さんが学士の免状をもらった日に馬車が迎えに来た時代の灰色の昔の夢物語に過ぎない。そのおとぎ話のような時代が今日まで続いているという錯覚が全ての間違いの舞台の先天する軸となっている。社会の尖閣者をもって認じているはずの新聞雑誌の編集者たちがどうして今日ただいまでもまだ学位乱理事を問題にし、 売買事件などを重大問題であるかのごとく取り扱うかがちょっと不思議に思われるのである。学域というものは、いわば商売志願の若者が3年か5年の間ある商店で実務の修練を無事に勤め上げたという交差上と同等なものに過ぎない。学者の仕事は、それに終わるのではなくて、実はそれから始まるのである。 学位を取った日から勉強をやめてしまうような厳禁な学者が幾人かはあるとしても、それは対局の上から見ればそう重大な問題ではないであろう。少なくもその日まで勉強したことはまるで何もしなかったよりはやはりそれだけの貢献にはなっており、その日から止めたことは結局その人自身の損失に過ぎないであろう。学位授与恐怖病の流行によって最も損害を受ける者は、 本当に独創的な研究によって学位を請求する人たちであろう。独創的なものには玉もあるが傷も多い。傷を怖がる目には傷ばかり見えて玉は見えにくい。審査者に十分の見識がないと、そういうものの価値の検討はつけにくいものである。そういうものは消極主義の審査官の安全第一という立場から言えば保留した方が無事である。 西洋の学者がそれについて何とか言うのを待ってその鼻息を伺ってから決定した方がいいということになる恐れがある。ところが西洋では東洋人の独創などは余ほどなものでないと見逃されやすい。不幸なのは独創性を持って生まれた研究者である。日本の学術が進歩したとは言うもののまだまだ十分とは言われない。 試みに世界における物理科学に関する研究論文の文献を収録した。フィジカリシェベリヒテ、および、ケミカルニュース、の最近のものについて日本人の論文の数を検してみると約3%くらいのものである。少数な世界の強国の中の日本としてはあまりに少ない比率である。文化の比率を争うのも金曜であろうが、 科学戦に対する国防がこの状況では心細くはないか。繰り返して言うが学位などは惜しまず授与すればそれだけでもいくらかは学術奨励の足しになるであろう。学位の値打ちは下がるほど国家の刑事である。紙くずのような論文でもたくさんに出るうちにはたまにはいいものも出るであろうと思われる。金をもらって学位を売るのは良くないであろうが、 これより行く相場い悪いことがあるまじきどころに行われている世の中である。しかし、悪いことを咎めるのが大切であると同時に良いことを進めるのもなおさら寛容である。議会でも暴露の泥試合にのみ忙しくして積極的に寛容な国政を怠れば真面目な国民は決して喜ばないであろうと同様に学位授与の弊害のみを古代視していたずらにジャーナリズムの工事としていては、 その結果はかえってが国学術の新運を阻害するようなことに多少でもなる恐れがありはしないか。この点を深く自ら考慮しまた指揮者の教えをご言いたいと思うのである。この問題に関しては述ぶべきことはこれに尽きないが、与えられた私服がすでに尽きたから、これで確筆する外はない。 執筆の動機はただが国学術の健全なる発達に対する熱望の外には何者もない。ただ生来の不文のためにが学会に礼を失するがごとき点があるかもしれないが、これについては一重に読者の寛容を祈る次第である。昭和9年4月、改造、定本、寺田虎彦全集第五巻岩波書店、1997、 平成9年4月4日発行。定本の親本。寺田虎彦全集第4巻岩波書店。1985昭和60年11月5日第3ずり発行。書出。改造第16巻第5号。1934昭和9年4月1日。書出時の署名は。吉村冬彦です。 入力、七尾辺。構成、朝原陽子。2005年3月16日作成。2016年2月25日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成。 制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。